登って私が天に立つちょっと早見さんちょっと言っていただきですちょっと無理だったら俺だったらちょっと高い高いところに登って私が天に立つた <laughs> たまんねこれたまんんねねここれれああ言うだろうねええー、いうことを、うん、どうもブリーチマンやってるみたいですなるほど、はい、なので,です、ね、今回はですね僕たちもこのですねブリーチ号を使って、うん、まあ日常会話をやってみようかとそうすると新たなその、うん、ブリーチの、うん ブリーチ語の使いいい方が出てくるんじゃないかととうことをですね実際やっていきたいなと、うん、で一応ですね<い>目の前に、はいあのー、ペーパーパご用意しましまた<い>これなんとなく浮かんだブリーチの言葉ブリーチ語が並んでますが、うんまあ、もちろんこの他にもいっぱいあるんですが、はい、日曜会話は今これから速水さんとして行って、はい、でなんとなくこの言葉を織り込んでいきたいなという。<laughs> もう難しそうですね。難しいです。しかも緩い感じです。でも非常に難しいやってみる。やってみましょうか。じゃあ例えば春だね。そうですね。やっぱり春っていうと、誰もみんな眠くなっちゃうよね。あ、そうですね。これってどんなこと？どんなことなんでしょうね。なんとなくこう。完全催眠強化水月。 いやーあ<ー>、あとはじゃあなんか話を聞こうか。<laughs> それもうダジャレのね <laughs> ね。なんか言えろ。いやもう町はさ今もうソメヨシロがもう散っちゃったけど、<ー>まさに地霊千本桜。<laughs> <laughs> <laughs> いや最近あの春じゃないですか。はい、春って言うとやっぱりこうあのなんですかえ歓迎会みたいのがあるね。たくさんあるんですよ。うん、それやっぱり飲みすぎちゃったりなんかしちゃって、う、はい、って来てセロみたいな。あの春でしょ。春ですね。やっぱりほら新入生とかって先生に当てられるでしょう、ええ。当てられますね。で。 答えてっって言った時に答えられないじゃない、うんな。こうなっちゃうのなんていうの。え、答えられない。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 え、どれ。答え。答えられない。え、答え。 何えわかんねえいいよ次ってああなるほど答えられないこともありますけどねあのやっぱりでも家遅くなっちゃったしてで門限のある人なんてなかなかこう旋回門が開かない感じってありますよねああとはあれすごくお金持ちのおう大体46室ぐらいあるよね実際46室も会社内に46室があってうちなんかも46室があるんですよ結構厳しいこと言う人 四十六室がいるんですよね。うん、困りますよね。<laughs> <laughs> なんだこれ。<laughs> ああ、そうですか。あと、あの、早見さんって。あれですか。遊園地に行って、お化け屋敷とか入ります。あ、入るよ。入ります。はい、うん、手に汗握りません。あ、えっ、ー、と。汗握るけど、ええ、あの、だいたいあれですよ。あの、おやつは油せんべい持ってくよ。<laughs> あそうなんですか、うん、僕手が油せんべいっぽくなっちゃってそうなんだ油せんべいかよって思うんですよねほ <laughs> んとに <laughs> あとさチョコレートどんなの好きあの昔僕好きだったのがチョコレート、うん、あのこんなさ、えっと、NASA が開発したさこんなあの三角形のさああ<ー>、うん、ザエラアボロ <laughs> <laughs>

うつろってうんじゃったんです私。あ、なるほど。フォ、うん、ローってなきゃいうわけない、ね、ですよね。そうですよね、えー。確かにフォローがうつる。<laughs> <ろ> <お前 S 1> いやー、なかなか成立してるんじゃないですかね。そうですね。うん。なんか前ぐらいでみんなフォローが入ってねいい。うまい。最後に決めた。<laughs> <い>さあということで今回の練力勉強部屋の判定をお願いします。クリアクリアならずでお答えください。どうぞ。クリア。<laughs> いやいやいいんじゃないですか見事に収まったからですよ綺麗綺麗さあということで続いての特訓方法を決めていきましょうメッセージの方早めさん紹介お願いします、はいえー、ラジオネーム生ドラ焼き <laughs> 富山県、はい、森田さんのパカを上げるために、うん、パイ投げを受けてみてはいかがでしょうかかカじゃねえの <laughs> 本当にその後どうすんだよう <laughs> ん,ん次いきますはい。とんでもピッチャー東京都 <laughs> はい。森田さんのパカを高めるために、はい 新コーナーを作ってください。なぞざっくりしたのざっくりしてんな。他には。すごいな。ラジオネームひさぎ大阪市。この番組も五年目に突入ですね。おめでとうございます。五年目ということで、いちごということで、五の数字にまつわる。何かをやってください。最近リスナーなんかぶ、なんつうの、投げっぱなしっていうか、あんま考えてないだろう。な大雑把だよな。もうちょっと細かく考えてこいよ。あれ。 えこの三つから？げげげどうしよう。一番簡単なのはパイだよね。<laughs> ええ、まあ、簡単ではあるんですけど。パイ投げてどうする？受けるの？受けるあれパイ投げのパイはお砂糖入ってないんだよね、はい、あれね生クリームに。甘くないんですか？いやめ目に染みちゃうからお砂糖入れないんだって。<ー> <laughs> そんなに気使う前にパイ投げることやめてほうがういいと思うんですよね。<laughs> あと大変だよねパイ投げね、ええ。パイ投げはちょっとスタジオダメだと思う。どうしようかな。まあハルダンで、うん、えっとパカ高めるために新コーナーを。あ ちょっと立ち上げてですねちょっとブリーチのこのブリーチ B ステーションを少し変えていこうかとなるほどええ、もっとこう真面目な真面目な <laughs> 無理だな <laughs>、えー、頑張って、えー、新コーナーを作るということで頑張ってまいります、はい、ということで引き続きみんなから俺がうちらのフォローに勝つための特訓方法を挽回な感じで待ってるぜ「ブリーチビー B ステーション」 本当に恐ろしいのは目に見えぬ裏切りですよはいということで番組ではみんなからのメッセージ待ってますコーナーおさらいですみんなの悩み疑問を一言で解決万事解決僕森田雅一のパーソナリティ力を高める特訓方法は霊力勉強部屋普通の歌よりブリーチに関する質問は普通た BBS まで全ての宛先は愛禅宗介から はがきは<え>郵便番号五五二の八五ゼロ一ラジオ大阪<誰>アニプレックスーブリーチ B ステーション <laughs> <誰>それぞれの係で<え>待ってますよ。<laughs> ここメールはすべて小文字でブリーチアットマーク OBC 一三一四ドットコムブリーチアットマーク OBC 一三一四ドットコム 待って待ってるぞ。あ、すごい着地した。ということで、今週で早見さんとお別れということなんでございます。けれども今後あっという間ですね。あっという間ですね。なんでこんなにあっという間なんですか。それだけ内容の濃いものになったわけでございます。早見さんのおかげで。いやいや。今日の勉強勉は面白かったですね。いや、もっともっと勉強したかったですね。もっと勉強したかった。もっといける気がしますね。じゃあ放送後また放送後またちょっとあのちょっと。 行きたいかなんかこう行きたいかやりながら樋口あーなるほどもっといけますねもっと笑いますねはいということでございますいやいや盛りだくさんのなんか二週で本当に面白かったです面白かったですね樋口またぜひアイゼン様よろしくお願いします樋また2年後ぐらいにそうですねよろしくお願いしますもっと早く来てください樋口かりましたということでこの時間のお相手は黒崎一郎役森田雅一と樋口森田当番アイゼン組織役の 早見翔でした。それではまた、再来週バイバイ,バイ,バイさようなら。あなたたちは素晴らしい材料だった。